こんにちは、柴田です。今回はこちらがネタなんですけれども、ボスの GT1、 人気のマルチエフェクターですね。で、僕ね結構これ使ってるんですけれど、コメントでね、GT1 の歪みの音はデジタル臭いんだよねみたいな、ちょっとマイナスなコメントなんですけれども、まあそういったのが来て、まあ僕的にはね全然いいエフェクターだなと思ってて、で歪みもね普通に全然使えます。まあデジタル臭いと思う人は、まあアナログのですねエフェクターを使った方がいいかなとは思うんですけど、まあ僕はねこれでも結構十分ねいい音鳴らせるなっていう風に感じているので、今回はこのボスの GT1 の中に入っている歪みのモデリング、それと実機を鳴らし比べてみたいと思います。でそれをですね、どっちの音なのかっていうのを言う前にちょっとクイズ形式で鳴らしていくので、ぜひ答えていただきたいなというところなんですが、今回試していくのがボスの OD1、 そして OD2、 そして DS1 メタルゾーン。ちょっとボスばっかりだとなんともな感じなので、ガバナーも使ってみたいと思います。この5つをですね GT1 のモデリングと鳴らし比べてみたいと思います。ちなみにですね、チューブスクリーマーの実機と GT1 のモデリングを比べた動画はもうすでにアップしているので、そちらもぜひご覧いただきたいなと思います。これから音鳴らしていくんですけれども、 A と B に分けております。全部の音 A と B、 どっちかが実機でどっちかがモデリング、なので5つの音を聞いてどっちがモデリングでどっちが実機なのか、ぜひ聞きながら考えてみてください。
という感じでいかがでしたでしょうか。まずですね、結果からお伝えさせていただきたいと思います。 A が実機、 B がモデリングになります。皆さんいかがでしたでしょうか。結構惑わされたんじゃないかなと思います。例えば OD-1 のモデリングと実機だけをずっと鳴らし続けていると徐々に気づいてくるかもしれないんですけれども、こうやってね5つ並べていろんな音を聞いているとどっちがどっちかなと、機種によってね結構変わってくるじゃないですか。 DS-1 に関してはどっちかっていうとモデリングの方が若干厚みがあるなっていうのも感じたりして、分かんなくなってきたりしますよね。というふうな感じでですね、私的には GT-1 の歪みの音非常に好きで、かなり質の高いモデリングになっていると感じております。お聞きいただいた感じで、まあそれでもやっぱりこれはデジタル臭いなと思う方はやはりですねアナログの歪みを使った方が良いんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。